ピースナウのデモピースナウとは、パレスチナとの平和共存を訴えるイスラエルにおける NGO である。ヘブライ語では、シャローム・アフ・シャーブという。ピースナウはイスラエルにおいて、最大規模の紛争解決、平和構築系の NGO であり、イスラエル政治や中東政治におけるその時々の政治的な情勢などを分析し、イスラエル政治の枠内では、ハト派的で穏健な政治的態度を発信する。 アドボカシー活動を行っている。ピースナウは、ヘブライ語と英語の2カ国語で、情報発信活動を行っている。そして、ピースナウのシールなどには、先の二言語に加え、アラビア語やロシア語でも、ピースナウを意味する言葉が記載されている。ピースナウは、テルアビブのラビーン広場などにおいて、他のイスラエルにおける紛争解決、平和構築クイングスや、サハ政党などとともに、 定期的に大規模な集会を実施している。特に、ピースナウは、ラビンの命日にあたる11月4日前後の土曜日には、ラビン広場において、ラビン暗殺を追悼する集会を毎年実施している。しかし、ピースナウも含めて、イスラエルにおいて政治的なアドボカシー活動を行うサハのイングスは、アラブ人との草の根からの交流活動やアラビア語や、 アラブ文化の学習活動などを原則として行わないということがイスラエルにおいて平和教育活動を行うイングスとの顕著な相違点である。すなわち政治学者や政治系の団体や政治活動家は政治的に主張している内容のみを重視し、政治活動家のアラビア語の語学力やパーソナリティなどは特に気にしない傾向があるのに対し、 教育学者や教育系の団体や教育者は政治的に主張している内容だけではなく活動するもの自身のアラビア語の学習意欲などアラブ人に対する態度や行動に関しても重視している。1977年にエジプトのサーダーと大統領がイスラエルを訪問したことがきっかけで当時のイスラエル社会においてはエジプトとの国交樹立の兆しが発生したことにより 1978年に348人のイスラエル国防軍の予備役兵士が当時のファ政党のリクードの党首でありイスラエル首相のメナヘムベギンに対エジプト和平交渉の継続を訴えたことがきっかけで設立された。1982年のイスラエル国防軍によるレバノン侵攻に反対した。1983年2月10日エルサレムにおいて実施されていた。 ピースナウのデモ中に、ヨナ・アブルシミという右翼のユダヤ系イスラエル人が、デモ隊へ向けて、手榴弾を投擲した。ピースナウの活動家であり、ヘブライ大学の大学院生であったエミール、グルンツーエイムが殺害され、さらに数名の負傷者が発生した。イスラエルにおいては、右派のユダヤ系イスラエル人が、左派のユダヤ系イスラエル人を殺害した事例としては、 1995年11月4日に、労働党の党首であったイツハクラビン首相が、テルアビブで暗殺された事例が挙げられる。ピースナウは2012年現在も活動を続け、イスラエルのサハ系新聞ハーレツのサイトなどに、意見広告を出している。米国、カナダ、英国、フランス、ベルギー、ブラジル、並びに、アルゼンチンにおいても活動を行っている。なお、ピースナウは、 日本やアラブイスラーム諸国では活動していない。ピースナウなどのイスラエルの平和団体は入植反対を訴え、入植地で作られたブドウで製造されたワインなどの不買運動、入植地で活動する企業への不投資の呼びかけなどを行い、イスラエル政府が推し進める入植政策に抗議しているが、2011年7月に入植地の産品のボイコットを禁止する。 法案が賛成多数で成立した。これはいわば左派系市民団体を狙い撃ちにしたもので、民主主義を破壊するものであるとして、イスラエル国外のみならず、国内からも懸念と批判の声が上がっている。仮に国から裁判を起こされたら、高額な裁判費用のために団体そのものが破綻しかねないという。また、2011年頃から反格差デモが日本や米国など、 世界中で発生し、イスラエルにおいても和平問題よりも物価高騰などの経済問題に対して深い関心を寄せるようになっているため、経済問題を扱わない、ピースナルの活動は停滞し、ヘブライ大学のマウントスコーパスキャンパスにおいて実施された新規メンバーの勧誘も成功したとは言えない。パレスチナとの平和共存を目指す、この運動には一定の賛辞や評価がある一方で、 パレスチナ国家を認めない右派からの批判や嫌悪も根強い。また、平和主義とは言うもののイスラエル国家自体は肯定しているため、パレスチナ人側やユダヤ系の極左勢力の評価もさほど芳しくない。右派は、ピースナウなどのユダヤ人左派に対して、国家への反逆者、反ユダヤ主義者などと罵倒しているが、ピースナウ側は、入植反対こそ真の愛国者と反論している。 ありがとうございます。